ココタピカツ、そう、なんかね、私ココはね許可を出したらしい、ちゃんと。私ね2日前ぐらいに言ったんですよ、マネージャーさんに。休みだったら出ていいですかって言ったら、その時はねダメって言われたんです。だから、あ、ダメなんだと思って、もう聞かなかったんです、前日にも。なんか何回も聞くのしつこいかなと思って、そしたらまさかの前日に言ってたら OK だったっていう。だから私知らなかったんです、外出ていいの。だから出かければよかった今日と思って、めっちゃ後悔してる。もう超暇人だったもん今日。ずっと漫画読んで、漫画というか映画見てダラダラして寝て、うーん、教えてよって感じ。良くなったなら教えてよ。まあいいんですけどね、出かけても友達いないし。いるんですけど友達は、まあでも急に言ってもね、会えるか分からんしな。東京にいるぞと、出かければよかった今日本当に。聞けばよかったな、教えてよ。みんな出かけてたのかな。なんで教えてくれなかったの。2日前ダメって言ったのにもう。悲しい悲しい。ホテルに観光。もうなんか楽しかったです。何もしない日もいいんですよね。何もしない日もありやな、好きですよ私こういうの。出かけてもすることないしね。ご飯はね食べに行った、コッコが帰ってきた時に。コッコがねご飯食べに行こうって言ったから、ちょっと食べて帰ってきた。でその時コッコがバッチリメイクしてたから、なんでバッチリメイクしてんのったら、出かけてたって、聞いてない聞いてないってなった。それで私なんかすっぴんでホテルに、昼に起きて何してたっけ、映画見て漫画読んで、映画見て寝て、こことご飯行って今。夜寝れないです今日絶対。コンビニ、昼に起きて映画見てコンビニ行った。マネージャーさんとコンビニ行きますって連れてってもらった、コンビニに。でお団子買ってくれた、だからもういいんだ。お団子買ってもらったから。新しい団子、それで今日の私の収穫でした。いいや、美味しいみたらし団子買ってもらったから。